花屋の店員。はい。なぜ、それはあの鬼門に。だからあのつけられたりしたら。ところで、え、探偵さん、あの、私キモい感じが生理的に。それじゃあ、でもよかったです。このままじゃ私。ん？よで、げああうんはあ？なんだよ今さら。秋葉の神隠しか。で、この参加者の中に犯人。じゃ、中野に行こうぜ。情報、用事があってここに来たんじゃん。別にそういうあれじゃねえよ。
なんか気になったっつうか、コミュニストマニファクチュアとかだったらちょいきょ、うん、あんじゃあ俺先行ってっから。ちょいと待ってくれ。あったあった、例のサイトのログだ。データなんざユーザーが削除したつもりでもサーバーには格納されてる領域にプロテクトがかかっ
エデンの汎用サーバに侵入するくらいなら俺程度でもこの通りってわけ。ほう、鮮やかなものだな。ま、どってことねえっす。そいじゃ、目当てのデータを探しますか。なんだ、うん、それが目当てのデータならば、ひょっとしてこいつデジモンプログラムか。そりゃちゃんと、なるほど、確かに構造は似ているが、0と1で表せない何かの影響を受けたか、あるいはそれそのイーターが絡んでるって可能性もある。こりゃ面白いや。こんなのに出くわすなら、どう、ここでうだうだやっててもしゃあねえ。おあつらい向きに、この妙なデータは削除され、これなら直接確認できるし、仮にイーターみてえなヤバいプログラムだったとしても、そうと決まれば善は急げだ。じゃあ、なかなか優秀な助手じゃないか。いや、君の助手であるなら、では助手くん、ここは助手の助手くんの規制に身を委ねたまえ。運も実力のうちとは使い古された表現だが、君が彼と縁をつないだことも俯瞰してみれば君の運、実力のうちだ。粗末にすると罰が当たるぞ。仕方ねえか。終わったか。お疲れさん。行くぞみんな。
大したことなかったな。呼んでねえだろな、警察。呼んでたらもう協力してやんねえからな。おっと、この奥だ。なんだ。マジかよ。こいつ、いうことは、そうだな。しかし、次から、ほんと。行くぞ、みんな。後悔するぜ。終わったか。お疲れさん。